5番バッター楊大寛、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まずは見送ります。ワンボール、これは手が出ないか。次が3球目、来たー、これは早くでしょうね。入ったー、楊大寛先手を取る一発、スリーランホームラン、エースに先制点をプレゼントします。ジャイアンツが先に点を取りました。3対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。投手の好投に応えます。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや手応えあったんじゃないですかね。欲しかった先制点ホームランで手にしました。